gentlemen. フォーマンボディコンテストへようこそ。はあ、やばそうなのは来たね。 Yes! エントリーナンバー1、怠け者よさ。自慢はプルプルの二の腕で、もともと8時15キロあったので皮が余ってモモンガみたいになっています。たくさん肉割れがあるけれど、それも彼女の人生の勲章であり、愛おしい歴史なんだそうです。 Positive thinking at Carlo Death。本日の主役だぜ。エントリーナンバーに各自に牛見さん。彼女のお気に入りはこの四角いお尻。永遠に見つからない太ももとお尻の境目に、お尻の一番高いところ。四角くて平坦な形をしているので、座布団尻と呼んでいるそうです。覚悟を決めましょう。かわいすぎるじゃねえか。最後の鳥を飾るのは原田智子さん。特技は腹肉パーカッションと腹肉歩き。会場の皆さんにも花吹雪の代わりに脂肪をお裾分けしていますね。どうぞご自由にお持ち帰りください。最悪だ、またこの格好で宅配便に対応してしまった。接待業者さんに頭おかしい人って認識されてる。I'm crazy for you。 こりゃ大変だ。さすがだ。あなた聞いた？ってやんだいバロYeah, I'll be there, you are here.
Take a chance on me. Yes, you are here, really to the star. I also really love you so. And count on the stage with me. Holding you so tight all the time. You make me feel the sun below. Oh, 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 oh. Yeah, yeah. Eu sou o Koi. 覚えておれ。こちらは視聴者様におすすめいただいた山形県南陽市に本店を置く知る人ぞ知る有名なラーメン店リュウシャンハイです。昭和33年創業の老舗のお店で、横浜のラーメン博物館にも出店しており、県内外にファンが多く、毎日行列の絶えない人気店だそうです。縮れた太麺と数十種類の材料を使用したこってり味噌スープが特徴で、なんといってもトッピングの辛味噌が人気の鍵だそうです。一度食べたら虜になるという秘蔵の調味料を絡めて食べると、旨味が倍増します。なんとこのラーメンの鍵となる辛味噌をラーメンにトッピングして食べるのを私はすっかり忘れてしまいまして、食べ終わってから気づきました。なので残ったスープにご飯と辛味噌を入れていただきました。ピリ辛でコクが深くてすっごく美味しかったです。教えてくださった方ありがとうございます。こちらは昨年視聴者様に教えていただき、すっかり虜になってしまった京都府京都市にあるニニギのフルーツ大福です。こちらは去年も動画内で紹介させていただきましたが、先日の楽天セールで久しぶりにまた購入いたしまして、誰に送っても自分用にご褒美に購入しても本当にハズレがなく、どれも感動的な美味しさの大福なので、また紹介させてください。作戦失敗です。
大丈夫か？アウシー！ Jesus！ Goodbye！